さあグルメのコーナーからまたグルメのコーナーでございます。続いてのコーナーはあキャラ弁当のコーナーでございます。久しぶりでした。あ、そうですよね。いや楽しかったな。それでも前はね火曜日やってましたから ね。ということで、はい、まあ今回なんですけれども、うん、もう8月も終わりということで、まあそろそろ夏も終わるかなっていう感じじゃないですか、うん、ということは季節はもう秋でございます。それにふさわしいお弁当を作ろうということで、うん、こんなの作ってみました。ご覧ください。どうぞ。さあ今回のテーマは行楽の秋。まだまだね残暑は厳しいですし、あと少しで夏休みも終わってしまいますけれども、これからの楽しみっていうのはやっぱり今言った行楽の秋なんじゃないでしょうか。ということで今回もちょっとねイメージして絵を描いてみましたよ。それがこちら。じゃんとね、例えばこうキノコとかね、キノコ狩りとかもありますし、こういったですね秋を感じる弁当、早速今回もですね一生懸命作ってまいりましょう。さあまず最初にですねイラストに書いてあったようなキノコを、作ってまいりましょう。材料はこちらです。白ご飯、デコフリ、スライスチーズとカニカマ用意してあります。まあ早速ですねご飯3つに分けてあります。1つはですねそのまま白ご飯として使いますので、この2つにそれぞれ今日は黄色のデコフリとオレンジのデコフリを混ぜ込んでいきます。はい、ということでとりあえず、こんな感じに握りました、ね、ちょっとこう潰れた三角形のおにぎりぐらいですね。今度はその下の位置に来るようなパーツを作ってあげるわけですね。今のとこ、まあ、こんな感じになりました。またねちょっとこう調整していきますけどね。こちらに、スライスチーズとね、カニカマございますけれども、これをくり抜くのがこちらストローと、これもね、まあ、よく使っている道具ですけれども、でこれをですねほっぺたとしてつけてあげます。あらかわいい。そして最後にですねちょっと細かくカットした海苔がありますので、これをね貼っていきますよ。あらー、つぶらな瞳な子だこら。ということでまずはおにぎりで作るキノコちゃん完成です。さあ続きましてはあのイラストにあったトンボを作ってまいりましょう。材料こちらです。ウインナー、そして人参と、またこちらもカニカマ使用いたします。ちょうどですねこのウインナーの真ん中あたりにですね切り込みを入れてあげるんですね。これをちょっとこうブスッとこう包丁を通してあげる。でこれ完全にですね切ってしまわないようにしてください。こう同じぐらいの幅になるように。そうするとこれねこういうことですよね。さあこの輪切りにした人参をですねこう半月切りというかこう3等分にするような感じか、こんな感じにカットしてあげて、この両サイドをね使うわけですよ。この人参をですねここに通していってあげるわけですね。ぶすぎと、そうするとどうですか、このちっちゃいトンボさんができましたね。なんかねシルエット的にはね羽が生えましたね。赤いところを今度取りまして、これはギュッと、さあそしたらまたこちらにね、のり用意してありますので、こののりですね、こうちょっと細長いやつがありますけど、これをね、さあこんな感じでくっつけてあげると、はい、こんな感じで、ウインナーで作る可愛らしいトンボが完成いたしました。これでも簡単でいいですね。実は私このイラストの中にももう一つキャラクター描いてるんですよね。気づいてましたか、気づいてませんか。あの、ね、いるんですよ今も。これです、ミノムシね。
これなんか秋らしいななんて思ってしれっと書いてたんですけどね、今日はこれを揚げ物で作ってみましょう。ここでアキラのキラキラポイント出ました。本日のキラキラポイントでございます。ミノムシ作っていくわけですけれども、お弁当のおかずにもなって、なんならお父さんとかねおつまみにもなるような、そんなお料理作っていきます。材料はこちらです。魚肉ソーセージ、そしてジャガイモを使用いたします。まずはこの魚肉ソーセージ、こちらをカットしていきましょう。こちらをですね、まずはこれを4等分かな、今日のこの大きさだと。さあこちらね、皮を剥きましたので、今度はこのスライサーでスライスしていきます。そうするとはいはい、いい感じですね。さあ、じゃがいもを今さらしていますけれども、ここで登場するのが、まあ、先ほど揚げ物と言いましたが天ぷら粉なんですね。この中にですね、先ほど細切りにしたこのじゃがいもをまずは投入していくわけです。よっよっよっ。そうしましたら、こちらに、ね、ラップがありますけど、このラップの上に少しこのじゃがいもを乗っけてあげるわけですね。上がったので、こちらで油を切ります。うん、綺麗に上がってますね。ではこの、上がったですね、じゃがいもと魚肉ソーセージのかき揚げに、目をつけていきます。つけてあげると、おー、なんか急にかき揚げからちゃんとミノムシ感が出ましたね。いかがでしょうか。こちらかき揚げで作ったミノムシ完成いたしました。なかなか気に入る出来でございます。はい、まさにキラキラ。さあ完成しました。こちら秋の行楽弁当でございます。今回はミノムシにトンボにキノコと3つのね、なんかキャラクターを作った感じになりましたけれども、1つだけでもこうアクセントにお弁当に入れてみてはいかがでしょうか。ぜひともこれを持って行楽へお出かけください。以上、アキラ弁当のコーナーでした。はい、というちょっとね、秋を先取りなお弁当でございましたけれども。本当ですね。いや今回もすごい方ですね。もう細かい、やっぱり毎回毎回、いやそりゃキャラ弁ですから。やっぱりね、まあでもそういう一手間一手間がよりこう美味しくね、よりこう鮮やかに作るわけですけれどもね。なんかこう気になったものとかありましたか。何もらってんの、どうしたどうした。あのトンボがね、すごい可愛かったです。嘘つけえ、何これ今視聴者の皆さんよくわからないでしょうけど、はい、ずっと僕トンボ作ってたじゃないですか、うん、あの萩ちゃんずっと VTR 見ながらセミって言いましたセミじゃない、トンボって言ってるでしょ。まあいろんな代用ができるってことですよね。でトンボって言ってるでしょって言ってますけど、ミノムシを作りますって作ってたじゃないですか、うんうんうん、いよいよかき揚げができますって出来上がった頃に、久美子さんがうわー、ミノムシって、いや言ってるじゃないですかミノムシって。いや、あまりにもこういい感じに上がってたので思った以上のミノムシだったっていうことなんですね。ちょっとびっくりしました。なるほどですね、まあ、あの今日はジャガイモで作ったんですけれども、まあこれからですね、まあ、当然秋になっていくわけですから、まあ、お野菜的にも例えばかぼちゃであったりとか、まあ、さつまいもであったり、まあ、なんならそれを混ぜてもいいわけですし、あの、まあ、いろんな作り方できると思いますので、そこはもう皆さんいろんなアレンジの仕方してみてもいいんじゃないでしょうか。なんかもう色味的にもほら黄色系だったりオレンジ系で秋がこうギュッと詰まってる感じが良かった、うん、なんか暖色系になってますからね。なんかこうどれか1個だけでもね、お弁当にちょっと乗せるみたいな感じでもね、全然いいと思いますのでね、うん、い、はい、ということでですね、まあ、今日私もキャラ弁ご紹介したんですけれども、うん、視聴者の方からまたお写真いただいております。ちょっとそれも見たいなと思っております。ではまず見てみましょう、こちら。はい、ということで、こちらが宮崎市お住まいの山中くんあちゃんのお母さんが作ったキャラ弁ということでございます。すごい、女の子らしくとても色鮮やかに作っているということなんですけれども、まあ、くんあちゃんもかなりお気に入りのお弁当ということなんですけれどもね。そしてもう一枚写真がありますかね。はい、
わあ、これすごいよ。すごい。すごい。色は本当に綺麗ですね。来週からやってもらおうかな。いや、クワちゃんのお母さんに。完成度高いですよね。で、まあお弁当これに限らず、まあ可愛らしく工夫されたお弁当他にもこんなにあるということですので、うん、やっぱりですね、まあお母さんがクワちゃんの好きなキャラクターに挑戦しているということでございます。うわー、すごい。開けた瞬間の喜びとかすごいでしょうね。だから。僕のコーナーに関しては僕のもう独学に近いので僕は正直言ってクワちゃんのお母さんに習いたいあ、そんな技あるんですねみたいなね。なるほどね。ちょっとも教わりたいですけれどもね。また皆さん出来上がった写真ありましたら送っていただきたいなとも思っております。以上、アキラ弁当のコーナーでございました。はい、アキラくんでした。では CM の後はわがまちレポートです。あれ、トンボなんですセミじゃないトンボなんでまあ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 。